これマノレムフフフフフある。どっちが真の魔法に魔王にふさわしいか勝負ある。我が輩負けなあるよってこのマノアルの横に書いてあるのアロエアルね、これそうそう、あれめっちゃ懐かしいアル、これこれをね、ねね5人分さ、そう、用意してあるあるよね、みんなの分、そうかわいいでしょ、そう色はね、そう、みんなの色をね、意識してね、こうねねが作ったあるよね、そうマネちゃんはね、ピンクがいい、ピンクと紫がいいって言ってたあるからねねがね、もうすごいピンクとすごい紫をチョイスしてきたあるよね、そうみんなのもね、みんなに沿った色のやつ作ってるあるよね、そうそう。そう、よくね、マノアルとどっちが上か勝負しようみたいなこと言ってたあるから、そうそう、それをね、ここに書いてあるよね。懐かしいあるな。そう、そういう感じある。そう、もうね、今日でね、もうラストにするとしたらね、もう最後に言うとしたら、ねねはね、多分一番マノちゃんと お話してた。どうかな？してなかったかな？でもね、ねねはマノちゃんに結構お話してたよね。そう。ねねはマノちゃんのこと心配してたし、マノちゃんはねねのことを心配してたよね、ずっと。そう。なんかねねが、なんか、打ち合わせとかしてなんかしょんぼりとかしててみんなと通話してたりしたら裏でチャットでねえちゃん今大丈夫みたいな、辛いなら通話抜けても大丈夫だよみたいなねことをね裏からねそっと言ってくれるあるよね。そう、なんかお話ついていけなかった時とかもねえちゃん今の話題大丈夫ついていけるみたいな、なんか後で私と喋ろうかみたいなことねずっと言っててくれたあるよね。そう、なんかちょっと寂しいあるけど、そう、うん、まあそう、まあそう、シシロンが言ってたからね、生きてればなんとかなるあるし、マノちゃんが消えちゃったわけではないあるからね、マノちゃん自体はまだ色あるから、そう、卒業しちゃっただけあるから、またいつかどこかでね、我が輩は頑張ってる、頑張ってるぞって言われたら、ねねもまあ頑張ってるけどねって言い返せるように、まあねねはじゃあこれから頑張っていこうかなって感じあるよね。そう。そうそう、そういうことある。そうそう。別にね、まのちゃんのことをねねたちは忘れるわけじゃないし、あと、5期生は5人あるから、そう。今はもう4人に見えるあるけど、5期生自体はもうずっと5人あるから、減ろうが減らまいが 5人ということには変わりないあるよね。そう、だからねねは聞かれたあるよね、ヘッダー変えるんですかみたいなこと聞かれたあるけど、ヘッダー別にねね変えるつもりないあるね。そう、だってねえ、みんなのとこから消えちゃったら、みんながマヌちゃんのこと忘れちゃうあるから、それはもうちょっと寂しいあるからね、ちょっと個人的に。だからどっかにいつもいていただきたいそう、だから大丈夫し、ねえねえも頑張ろうって思うから、まあそれでいいあるかな、それでねえねえの気持ちは伝わるあるかうん、そうそう。だからね、なんかヘッダー変えようかなと思ってね、新しいの書いてたあるよね。かそれもちゃんとね、まだまのちゃん色あるから、まあ、変わっても多分色あるよね。そう、だからフォロー5は5人だからフォロー5なんですかみたいなこと聞かれるあるけど、それも5期生の5あるから、別に4人人数が変わろうがねねたちはフォロー5だし、まなちゃんも卒業しちゃったけどフォロー5あるから、そういうことねそう、もうね昨日ねねねへこみすぎてね、もうずっとね
あの新次郎丸ラミちゃんにすごい迷惑かけちゃったよね。そうラミちゃんもね、もうすっごいね、昨日はね、悲しんでたあるけど、それでもね、ネネのこと心配してくれてね、ああ、もうこんなに気を使わせちゃいけないなーって思ってたあるけど、昨日だけはちょっともうみんな頼りになっちゃったあるな。なんか今日からはもうネネがみんなのことをもうグイグイ誘えていこうあるから、うん。頑張るぞーい！いい、頑張る！